どうした、どうしたおしょう、あ、おしょう、貴様しっかりしろ、どうしたどうしたおしょう、はいさーい、はいさーい、おい、こら、やらなさい、やめなさい、やめなさい、なんなんすかそれは。今日、はい、ちょっと試してほしいことがあるって言われて、試してほしい、はい、食用ハマちゃんから、食用、はい、食用ハマちゃん、今もこちらに食用ハマちゃんがいらっしゃいますね。こんにちは、こんにちは。激辛料理って世に溢れてるじゃないですか。はい、たくさんありますね。だけど激辛料理って、うん、見た目でわかるじゃないですか。まあ、ね、赤いよね、赤いとかじゃなくて、バレない激辛料理ってないっすかって。バレるんじゃないですか。バレると思うじゃないですか。はい、で考えたんですよ。外側に表さなかったら激辛は成立するんじゃないかなって。どういうこと見た目、見た目が赤くなかったらあ、ごめんごめん、ちょっとお薬が、ごめん。やめなさい、やめなさい、それはやめなさい、それはやめなさい。クリアになったぜ。激辛料理っていうのは、まあ、見た目で分かるわけじゃないですか、うん、その辛み成分とか、この辛いやつを食べ物の内部に浸透させれば、はい、激辛と見た目で分からないんじゃないですかっていう提案が食用ハマちゃんからあったんですよ。なるほど、ね、ちょっとしたらドッキリみたいな感じで食べた人がびっくりするような。増したい人が5人ぐらいいるんで、はい、それでちょっと今回やりたいのは、はい、牛肉っすね。牛肉美味しそうな、美味しそう、ステーキじゃないですか。でこのお肉ってサシ注入するやつがあるじゃないですか。あの脂身とか脂身をそうそう足してちょっとお肉を、あるらしいっすよね、形成牛っていう、形成牛とかって言うんですけど、はい、それなんかこの肉をこうあれしてあれやるやつをこのかほら、お前インナビか。はい、清原か。誰がノーシャブノーライブじゃん。じゃあ今、はい、今あのね、ちょっとちょっと恐る恐る触れるんですけど、はい、注射器みたいなやつ、おもちゃの注射器みたいなやつがありますね、はい、これを使うってことですか。そうですね、注入牛っていうのは牛脂をこう、あ、牛脂なんだ、ということでね、今回は、まあ、おなじみですね。もう、うわ、これ、もう、辛いやつじゃないですか。もうみんなさすがにデスソースさ、もう慣れてきたでしょ。我々も、もうこいつと10年ぐらい付き合ってるわけじゃないですか。あれだけど、辛いですよ。どうですか。どうしよう、どうした、どうしよう、どうしよう。ちょっとカメラ止めて。いや、いただきます。やばい、辛い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 、ごめん、え、牛乳ある？牛乳がないな。ああああ、うわ、なんでビールしかない。不合いや、ハルさんも慣れてるから、さすがにもうリアクション、ノーリアクション。マスケット始まった。じゃあ、まあ今回これで肉の中にソースを入れ込んでいく、これでできるもんなんのかな。なんか、わかんないですね。ちょっとやってみましょうか。やってみます、うん、うち吸えるのかな。あ、吸ってる、吸ってる、吸ってるぞ。おや、ブツブツがあるから、もう後ろから選んでいくんだよね。すごっ、すごい、うわ、予想だけど、浸透しないで溢れてくると思うけど。俺もなんかそんな感じそう、はい、せーの、はい、ちょ、え、落ちてる？あ、やっぱ、やばい、触れてます。口を刺す、口を刺して穴を開ける。手慣れてますね。手慣れてます、おぉ、いきます。ぐーっていった、パーンって飲んで、ビチャーンってなって、イエーイ。我々はね、もう壁にぶち当たりました。それは、これだと太すぎて、中に入らないから、ちゃんとした注入器うん、あるんじゃないかな、ね、針がついてるやつ、ね、針がついてるやつ、それを今、あ、お忙しいところすいません、ちょっとお伺いしたいんですが、ですね、ちょっとお肉にまあ、ちょっと油を注入する注射器とかって、そちら取り扱いってございます。問い合わせの結果、はい、なんと店内在庫、はい、ここで広告入ってほしい。はい、じゃあ店内在庫、はい、ないみたいです。なかったか。そんな、くそ。いや、これでゴールでいいんすか。じゃあこの半端なまま、違うよ、なんか336が言った、うん、あのアイデアはラーメンがいい。じゃあ焼きますか。じゃあ本当にもうパッパって焼くぐらい、うん、って焼くぐらい、はい、
さあ、まだ辛さが残ってるんですよ、実は少し。あ、そうですね。今ね、はい、鍋はチーンチチンに熱々熱々になってますね、あんまり動物油たっぷりのこの鍋に、はい、フライパンにフライパンにドンする。せーの、イエーイ。軽く焼くんだよね、軽く焼いて、軽くちょっと表面硬くして、それからあの注入するってことですね。あんまりやりすぎると中まで通っちゃうので。おーい、おいしそう。すぐはやんないよ、すぐはやんないよ。それはなぜですか？注入もしづらいし、肉汁を出して、その出た肉汁の分ソースを注入したらいいんじゃないですか。いや、結構じゃあ冷ます感じ。そうですね、冷や肉にするってことですか？冷や肉にして縮んだところに、これでそう。じゃあちょっとじゃあしていきましょうか。はい、後半ね、続く。はい、そして時間が経って、少しね、冷ましました、うん、どうですか？どうですか、お嬢さん。いけそうですか？いい感じだと思いますよ、まあ、絶対ね、多分ね、やり方違うけど物がないんですよ、情熱でカバーしてるんですよ、我々は。あ、入った入った入った。さあ、これ注入することができるか。あ、いいのか。ちょっと見てみたい。頑張れー。ばあ、ダメだ。わかった、穴がいいんじゃねえわ。何がソースでいいんだ。もうちょっとソースがサラサラだったら生肉でもいけると思う。そもそものこの注射器の穴に通らない。いや、ソースこす、うん、こしたらいけるんじゃん。そうだね、こそうのコーナーですね、はい、うわっ、風味がな、うわー、こっちくる風味、やばっ。見た感じはなんかケチャップみたいな、ただの真っ赤な液体って感じだね、うん、大丈夫かもしれん。サムさん、あ、やばい、2人とも俺ら2人とも行ったぞ。じゃこれで吸えれば出るのもスムーズにいくと思うんで。あーあはっ、吸える、吸えてきてる。今度はね、こした分あの多分入れやすくなったんじゃないかと思うんですけどね。いけるのか。おおお、そうだ、おー、いったいった、おー、出てきた。あら、じゃあこれを穴どんどん開けていって、はい、他のところからも、はい、広範囲にいけるようにすればいいと思います。もともと辛いもそんな得意な人じゃないわけさ。あ、汗がすごい。はい、じゃあちょっと漏れたやつは、え、結構もう中入ってると思うんで、ちょっと外側にコーティングしよう。で、慎吾さんに食べさせます。あの、急に来て、あの、これ食わすっていうのもね、あの、かわいそうっすよ。これが愛妻のおもてなしじゃ。ちょっと寄っただけだったんで。寄っただけ。作戦としては、はい、このままで出したいんですよ。はい、だからもう、このまま一回温めて、はい、鉄板に乗せて、提供。なので、ちょっとお客さん呼びましょう。はい、ちょっと編集室にいると思うんで、僕ちょっと呼んでいきます。あ、僕呼んできます。あ、いいですか、はい、ちょっと準備しておきますね。いや、その間いらっしゃい。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。よったけさんがね、はい、降臨しました。いらっしゃい。はい、ちょっと、はい、よったけさん、こっちに座ってもらっていいですか。いいよ。わー、いい音。じゃあ、持ってきますよ。はい、ビッグステーキ、サテルグラブ、お待たせしました。はい、脂身、最高の、最高峰のね、ステーキです。普通のステーキしかない。なんだ、なんだ、このちょいちょい鼻にくる感じ。ちょっとなんかあれだね、オレンジっぽいね、うん、特製ソースっすね。あ、もうみんな味見はしたんすか。もう、はい、あ、いいね、いいですね、いいですね。ヨネさん、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 大丈夫ですか。ちょっと油がきれいな感じ。油が、油が良いしてる、油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 良いしてる。嘘だろ、おい。入れた。全然気づかなかった。気づかなかった。あ、これ見た目で分からないですか。分からん、分からん。ヨネさん、皆さん、この T シャツ見てもらっていいですか。うん、はい、
今回、うん、あ、なるほどそういうことっすよ。スペースデリバリー久しぶりに。え、どんなってこれ、こんなって辛いの？これね、中にあの辛いの注入したんですよ。注入してる。あ、注入したわけ。気づかんわ、これ。焼き加減バッチリっすね。いただきます。めっちゃいい肉なんだけど、もっやっといかんだ、これ。ちょっと、あの今、カメラマンにシフトしてもらったハローキーがちょっとガチめに体調悪くなってきてるんで、はい、あの、我々で処理します。でも、ちょっと一口食べてみたい。来い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 、おい、俺と言って、お、ビビってんのか、おいおい、もっと来いよ、おいおいおい、全然来い、おい、来いおい、来いよ、おい、はい、行くぞなるほど、ハルキ。カレー、カレーって曲で言ったら、むせるぞ。すいませんでした。すいませんでした。あ、よかったぞ。いただきます。あ、いいです、俺そんな、大丈夫なのか。お水用意してて、お水。あれ？あ、いける人。あれ？あ、いける人。あれ？すごっ。まさか、感情ますか。もしかしてまだ注入がうまくいってないところかもしれない。あ、注入、ちょっと下げたところか。そうそうそう。全然辛くないです。マジですか。あ、なんか、この辺ですか。この辺、この辺が、やっぱいいと思います。じゃあ、もう一回いただきます。はい、はい、どうぞ。来ましたね。どうしますか。じゃあ、もうせっかくなんで、もうみんな食べてから。そうそう。やりますか。あの、他のメンバーね、ちょっと今釣り行ってて、うん、帰ってくる、当分来れないみたいなんで、うん、これはもうじゃあ僕らで食べましょうか。うん、はい、今日ですね、我々は辛さを克服するためにマヨネーズを用意しました。これでいけるのか、矢崎さんどう思いますか。いけると思う。言っとけば一気に吹けましたね。矢崎さん、サウナ入ってる人みたいな。マヨネーズかけるとちょっとね、あの、やっぱ油分が多いからコーティングされて。もはやもうマヨネーズを食うっていう。なんかちっちゃい肉まん食べてる。そうそうそう、小籠包みたいな。これはこれできつそうだけどな。どうなんだ。うん、まだ来てない。来てない来てない。あ、じゃあ大丈夫そうじゃん。おお、いけそう。あ、いける。おお、いけそう。あ、いけそうだね。うん、うん、これでいける、うん、ちょっと危ないからそもそもそんなマヨネーズ好きじゃないんですよ。あ、そう、好きじゃないだし、うん、だけど頼りたい、うん、この時ばかりは、うん、今日は頼りたい。どうでしょう。食べれる。うまっ。え、嘘。美味しい。美味しい。美味しいまでいく。なんか一平ちゃんのマヨネーズの味になる。え、口の中で。ああ、ちょっと、ああ、なるほど。うん、あ、うまい。美味しい。じゃあちょっと僕とチンコさんのも切ってもらっていいですか。うん、食べたいですね。ああ、なんか、はい、なんでいいか。ああ、わかった。注入してるじゃん。うん、正直じゃん。噛まないといけないじゃん。うん、中から出てくるからあ、じゃあ、歩き外れ引いたんだ。外れ。いただきます。あ、だいぶ食べやすくなるしね。うん、おお、一平ちゃん、一平ちゃん生まれた、口の中で。うん、身の白い一平ちゃんが。うまいな。美味しいよね。マヨビーメル。マヨビーメル。すごいね。マヨすごい。はい。もうやっぱり猫背になってる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回は、食用浜ちゃんからの依頼でデスステーキを作ってみましたが、大成功でした。ちゃんとできたんで、もう次はないんじゃないですかね。勘弁してください。勘弁してください。僕らも辛かったっすね。うんうん、悲しみしか生まれないということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。